は朝鮮学校全国支援ネットワーク藤本事務局長より発言があります。そういう社会にならないために私たちはこの朝鮮学園に向けられた差別を絶対排除して、そして多くの子どもたちが豊かな教育、豊かな学びを保障される、そういう社会を作っていきたいと思っています。続きまして、日本共産党山添拓参議院議員よりご挨拶いただきます。皆さんこんにちは。紹介いただきました日本共産党参議院議員の山添拓です。寒い中お集まりの皆さんに心から敬意を表します。この幼保無償化の法律は、私たちはそもそも消費税 10% への増税を財源としているという点で反対をいたしました。もともと所得の低い人ほど負担が重くなる、その消費税によって社会保障や教育、子育てのための費用を賄おうという、この考え方自体が横島なものでありふさわしくないということを訴えてまいりました。しかし同時に、その下で無償化を進めていくという際に差別的な扱いをする、このことが許されないのも当然であろうと思います。もともとこの制度の下では認定こども園や認可保育園、対象は認可保育施設に限られておりました。それが認可外が含まれないのは不公平だということで、昨年のうちに対象を広げる、こういう議論になってきたはずです。不公平だというなら各種学校の幼稚園も含まなければ不公平ではありませんか。政府の説明はこの間なされてきましたように、各種学校は多種多様な教育が行われているからダメなのだと言い、児童福祉法に言う認可外施設にも当たらないからダメなのだという、これは理由になどなっておりません。多種多様な教育を行うのがもともと幼児教育じゃありませんか。いろんな方法で宗教系のところもあれば、それぞれの方針に基づいた教育がなされるのが当然であります。もはや政治の理論は、政府の理屈はわずか 0.16% に過ぎない各種学校を排除するための理屈にしかなっていないのではないでしょうか。皆さん、私はその背景に、根底にあるのは、今の日韓関係の悪化にも見られるように、とりわけ朝鮮半島に対する政府の政治の上から目線というべき差別意識が根底にあると思います。過去日本が行った侵略戦争と植民地支配、その歴史の事実に目を向けず、そこから目をそらし、今新たに韓国社会で起こっている徴用工の問題や、いわゆる慰安婦をめぐる問題にも目を背け続けてきた。そうした中で日本の国内でも排外主義を煽り、朝鮮学校、その幼稚園までをも差別の対象とする。皆さん、これは安倍首相が言う多様性のある社会とは到底相入れないものです。これでは日本が国際社会において、とりわけ北東アジアにおいて誇りある社会、政治、その立場を貫いていくことはできないでありましょう。私は今の安倍政権の政治の姿勢そのものを変えていくことが不可欠だと思います。多くの皆さんと力を合わせて政治の姿勢を根本から改めて、朝鮮学校を含めた幼保無償化はもちろん、誰もがありのままに暮らせる日本社会をご一緒に作っていく決意です。どうか皆さん共に頑張りましょう。ありがとうございます。山添先生、ご挨拶ありがとうございました。